白島遠景白島は、福岡県北九州市若松区北部の響き田にある、島である。近接して男島と女島があり、この二つをまとめて白島と呼んでいる。白島国家石油備地区基地空撮、白島の空中写真。2009年4月16日撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。若松区の中北端にある、脇田海岸から北に約8キロメートルの響きなが上にある。東側にあり、面積の大きい方が男島、西側にあり、面積の小さい方が女島である。所在地の地名は、福岡県北九州市若松区大矢座屋男島は、 面積0.29平方キロメートル、周囲長3キロメートルである。島の南東には巨大な白島国家石油備蓄基地があり、備蓄船が8機並べられている。女島は面積0.15平方キロメートル、周囲長は2.5キロメートルである。男島、女島ともに住民はおらず、島への定期航路はない。石油備蓄基地の関係者のみ滞在しており、 関係者以外が島へ立ち入ることはできない。男島には1937年に下関要塞の一部として11年式7センチメートルカノンを設置した4つの砲台が築かれた。石油備蓄基地は1978年に計画され、1984年に建設開始され1996年に創業開始した。ありがとうございます。